ございます。24日は何の日でしょう。そう、クリスマスイブです。そして学園でももちろんイベントが、そうです、期末試験。嫌なことを思い出させないでください。試験は頑張りますよ。その後です。その後、試験が終わったらみんなでクリスマスパーティーです。事前の準備なんかはできないんで、盛大には難しいですが、ダンスとかお料理とかプレゼントとかみんなで騒ぐんです。楽園側も1年間頑張ったってことで少しぐらいは見逃してくれるんですよ。ですから転校生さんも予定空けておいてくださいね。数学だ、大丈夫です、勉強しましたから。それより今から私は料理部のお手伝いに行くんで帰らないでくださいね。え、あ、ケーキはかりんちゃんが作るので、危険じゃないです。転校生さんの意地悪。私だってちょっとはうまくなってるんですよ。いつか絶対おいしいって言わせてみせますからね。あ、もう時間だ、行かなくちゃ。かりんちゃんが待ってますから。今年じゃないとダメなんですから、忘れたりしないでくださいね。絶対来てくださいよ、約束ですからね。どうも転校生さん、どうですか、サンタさんの格好です。ちょっと恥ずかしいですけど、スタッフのコスチュームなので、1年目の人は楽しんでもらって、次からスタッフもしてもらうんです。ですから来年は一緒に頑張りましょうね。来てくれてよかった。お、なんでもないです。さあ、精一杯おもてなしするんで楽しんでくださいね。レイちゃんやナツミちゃん、他の人もたくさん来てますから会えると思いますよ。クリスマスの思い出、みんなで一緒に作りましょう。はあ、外もこんなに飾りが、みんな頑張ったんだ。寒い。あ、こんなところにいたんですか。私もちょっと休憩です。お揃いですね。室内は暑いくらいだったんですけど、やっぱり外は寒いですね。上着取ってきます。え、あ、いやいや、そんな、転校生さんが風邪ひいちゃいます。ほら、すぐそこですし。その本当にいいんですか。はい、ありがとうございます。あったかいですね。転校生さんが来てたからですね。来てくれてありがとうございました。できれば来年も一緒に楽しい思い出が作れたらいいですね。もっといっぱい楽しくて幸せな思い出が。